ドラマや映画で主演を務める女優の篠原涼子さん。2021年に離婚しましたが、その経緯はどんなものだったのでしょうか。背景にはある人との噂がありました。今回は篠原さんの経歴や年収などについてまとめましたので紹介します。篠原涼子さんのプロフィール。本名篠原涼子。生年月日1973年8月13日。出身地群馬県桐生市。身長162センチ。血液型 B 型。学歴桐生第一高校中退。所属事務所ジャパンミュージックエンターテインメント。経歴。篠原涼子さんの母親は篠原さんが2歳の時に亡くなり、以降父親が男で一つで3人の子を育て上げました。小学生の時に中森明菜さんのファンになったことをきっかけに芸能界を目指し始めた篠原さんは、いろんなオーディションに応募していました。高校生の時に情報誌に掲載されていたオーディションに合格し、現在も籍を置く事務所に所属することになります。戦隊ドラマ高速戦隊ターボレンジャーにゲスト出演し女優デビューを飾り、翌年東京パフォーマンスドールのメンバーに加わり、アイドルとしてデビューしました。グループの中心として活動していた篠原さんですが、バラエティ番組でも活躍しています。1991年から1997年まで放送されたダウンタウンのごっつええ感じにレギュラー出演し、体当たりでコントを演じ、お茶の間を沸かせました。そして1994年、小室哲哉さんプロデュースでシングル愛しさと切なさと心強さとをリリースすると、200万枚の大ヒットを記録し、紅白歌合戦にも出場。2000年に入る頃までは歌手活動を中心とし、以降はドラマで主演を務め始め、女優業へシフトしていきました。アンフェアや派遣の品格などの出演によって、芯の強い女性役として確固たる人気を築いているのは多くの方が知っていますね。結婚相手は。篠原さんは2005年俳優の市村正親さんと結婚しました。2人は2001年蜷川幸雄さんの演出する舞台ハムレットで主人公のハムレットとオフィーリアとして共演したことが交際のきっかけとなります。市村さんは1984年劇団四季の女優と一度結婚していて、篠原さんとは再婚でした。2人は24歳という親子ほど年の差があるため、篠原さんの父親は結婚に猛反対したそうです。最終的には父親も認めて入籍しますが、結婚式は挙げませんでした。2人が挙式したのは結婚から5年が経った後で、篠原さんの故郷の群馬で双方の親族を招き食事会を開催したといいます。結婚式を挙げたのは当時闘病中で余命わずかだった父親にウェディングドレス姿を見せるためでした。娘の幸せな姿を見届けた父親は、結婚式から3日後に亡くなりました。父親に晴れ姿を見せることができてよかったですね。離婚した理由は。篠原さんは2017年頃、女優業の忙しさを理由に自宅から近いところに家賃80万円超えの高級マンションを借り、家族と別居して自由な生活を送っていると報じられました。コロナが流行してからはドラマ撮影があるため感染対策として別居を続けていることが判明していましたが、最終的に2021年に離婚を発表しました。慰謝料も財産分与もなく、2人の息子の親権は市村さんに渡りました。親権を市村さんが持つことになった理由は、父親みたいな役者になりたいという息子たちの気持ちを尊重したこと、市村さんが自分の背中を見せて育てていきたいと強く思ったことだと発表しています。親権は市村さんですが、離婚後も篠原さんは息子たちに自由に会っていると話しています。離婚の裏には。篠原さんは結婚中に
市村さんが地方公演で長期間家に帰らない時を見計らって夜に外出していたり、共演者やスタッフと出かけ朝帰りすることもあったといいます。息子たちにシッターがいることもあり、自由に行動していたようです。当初は篠原さんの行動を黙認していた市村さんですが、次第にその自由奔放ぶりにしびれを切らし、ある時市村さんが夜遊びを注意すると、篠原さんはもう別れたい、離婚すると言い返すこともありました。ただ離婚だけは避けたいと考えていた市村さんは、篠原さんの夜遊びを容認するようになっていったそうです。この件から篠原さんはさらに自由に遊びに行くようになってしまったと言われています。そして離婚発表からわずか1ヶ月後、 K-POP グループスーパーノヴァのワンスさんと不倫関係にあると報じられました。報道に対し両者とも関係を否定するも、文集法で1年以上前から公然の秘密だったと暴露されたのです。二人の不倫は本当だったのでしょうか。決定的なツーショット写真はないのですが、数々の疑惑が囁かれています。疑惑の一つ目は、二人がお揃いのアンクレットをつけているという点です。篠原さんは週刊誌の取材に対し、主人からもらったと話していますが、市村さんは知らない、そんなもの自分で買ったんでしょと話していて、嘘をついていることが分かっています。またガンスさんは公式 YouTube チャンネルでおすすめ映画としてフランス映画ベティブルー愛と劇場の日々を挙げていますが、篠原さんもインタビューなどで同じ映画をおすすめとして挙げているのです。また以前篠原さんが花丸マーケットでおすすめしていた高級豆腐をガンスさんも公式 YouTube で紹介しています。このような偶然の一致が重なって、不倫は確実ではないかと言われてきました。他にもガンスさんの LINE のアイコン画像は2020年5月頃に手つなぎ画像に変わっていて、匂わせを疑われているだけでなく、ガンスさんは周囲に篠原さんとの手つなぎ画像だと自慢げに話していたとも言われています。ガンスさんはかなり前から篠原さんの大ファンだったそうです。二人は篠原さんの自宅マンションで一緒に料理したり、おうちデートを楽しんでいると囁かれています。結局離婚はガンスさんとの恋愛が原因みたいですね。年収は、このような状況でもドラマや映画に引っ張りだこの篠原さんですが、いくら稼いでいるのでしょうか。近年の篠原さんの主な仕事は、連続テレビ小説おちょやん、ネットフリックスの配信ドラマ金魚妻、 CM は3社に出演しています。ドラマのギャラとしては1話分で250万円ほどですが、 NHK は民放でのギャラに対して6、7割ほどで、10話で1750万円だと言われています。またネットフリックスの配信ドラマのギャラはかなり高額であることが知られていて、1本500万円ほどに上るとみられ、10話で5000万にもなるようです。 CM のギャラに関しては1本2500万円で、現在3本の CM に出演しているので7500万円になります。これらを足すと篠原さんは1億4000万円以上のギャラを稼いでいると言われています。しかし所属事務所の取り分もあるので、この金額そのものが篠原さんに入るわけではありません。一般的な事務所は本人の取り分が6割というところが多いようなので、8000万円ほどになります。事務所によっては配分の割合も違い、篠原さんは看板女優なので9000万円から1億3000万円の間ぐらいであると予測されています。かっこいい女性として同性からの支持も厚い篠原涼子さん。ガンスさんとの不倫は事実だと言われても仕方がないほどの一致でしたね。これからの動向に注目したいです。あなたはどう思いましたでしょうか。これからも第一線で活躍し続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。
チャンネル登録していただいたら、ニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。